後悔するぜ。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。ようやく終わったか。お疲れさん。さあ、行こう。なんとかなったね。
聞いて、お兄ちゃんが、フェイが、私から、ケイトも、you
待ってたよ。私がリュウジの巣。これ行ってみ。あれはお前、またお前はいそうだ。だから。来いよ。追ってこ。ここ、気をつけて。うん？うわー！これ。デモンズに、どんな…こいつはり、だから…今のは、なんでわざわざ、今はかん。さあ、行こう。いっけー。ハック、開始だ。いっけなんとかなったね。ハック、開始だ。
いっけまたアカウント狩りの依頼か。この前のお前はもあいつがアカウントお前が安心お前は敵小坂明もそれでも強敵にまみえ声があいつだけ。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。さあ、行こう。なんとかなったね。
さあ、行こう。なんで、そんなのお前だけがどこにも行ってほ、お前は、さあ、行こう。いっけさあ、行こう。みんなのおかげだよ。ハック、開始だ。いっけー。なんとかなったね。
ハック開始だ。なんとかなったね。ひどいな。もうわかった。俺が K だ。お前のアカウントを買ったのは。最初は偽物でもいい。お前の姿をしているものに。でもそれじゃあ満足できなくなって、だから敵を用意し、そい俺の相棒に。それじゃあバカバカって。もさ、親友でも用意、お前はお前だって。だから一緒、お前もだから俺、そして現実、俺がいもう待って。混んでろよ。全部俺が喜ぶ。デジモン、あいつが仮面の中にいたの。古い俺はもういらないよな。ひえー、そんなやつほっとけって。ちっぽけな劣等感と憧れ、深夜がこい対等だから、それが安心し、俺のもさあ昔よくお前けどだってよ、まっそう負ける、ふざけん。さあヒーローショー始めようぜ。
なんとかなったね。終わった。エリカ、あのデジモン、それが歪んだ彼のお兄ちゃん。君が見た彼だけじゃない。でもどちらも、お前たまたま手にあれをつけていると、ハッキングスキルも考え方全部実験として活動できたのは、すべてあのあいつが語った。いつからか、あ、でも言えよ、お前の綺麗事なんか。そうやって哀れまれるたびに、俺がどれだけ惨めな気持ちに強くなれないんだ。誰にも、なんだよお前。